これだね、これ。で、どこ行こうってんだ。さあ。さあって、そっちがずんずん行っちまうからついてきたのによ。いい匂いがしたから。はあ。緑の匂い、懐かしくない？まあ、青臭いだけだな。やたら地面つきやがるし。隠れて。運の船。あの方角だとパルムポルムか。姉ちゃんたち、運の網にかかったか。どうするの？どうするって、今さらどうしようもよ。うん、分かった。逃げよ、軍と略の方へ。ってことは。ノーチラスか。あの時のサッツは私のことなんて見えてなかったんだよね。ノーチラスに行くには、この森を抜けるっきゃねえ。こりゃまた珍妙な野郎だ。油断はなしだよ。
軍隊がいるかもしれぬ。 兜のなんとやらだ。うろちょろして迷子になっても知らねえからな。
力合わせてやっつけよう。ほれ、あれだ。父ちゃん負けられねえか。父ちゃん負けられねえからな。後悔したって知らないよ。していた、だな。頑張って帰ろ。子供が待ってるんだから。
とかなるって。もう会えねえよ。ルシだから。な。サッツはルシでもお父さんでしょ。だな。ねえ、その子の名前は？花火に願い事か。何頼んだ。父ちゃん元気ないもん。ずっと元気ないよ。だから早くいっぱいいっぱい元気になりますようにって。どうだ。お願いが叶ったぞ。うん。わー、父ちゃんも願い事だ。なになに。ああ、父ちゃんだけの秘密だな。しっかりしてよ、お父さん。行こ。ガキに気使わせるなんてな。ダメ親父もいいとこだ。思いついた。どりゃ。え？
高める場合じゃねえが、ちょっと。お疲れだね。寝不足かな？ああ。そりゃそうか。若い娘と一緒だと気になって眠れないよね。すまねえな。一休みさせてくれ。じゃない？私だってこれでも悩んでるんだけどさ、これからどうなるかわからなくても夢くらい見てもいいよね。楽しみなことあってもいいよね。ここを抜けたら夢の街ノーチラスだ。あれ？サッツ？ん？
脅かすな。どうしたの？まあ、考え事だ。抱え込んじゃダメだよ。武士になったのはサッツのせいじゃないんだから。ドッジはな、俺の息子は武士なんだ。政府のファルシを見たいっつうからエネルギープラントの見学ツアーに連れてったんだ。嫌げにチョコボのヒナを買ってやろうと思って、ちょっと目を離した隙にあいつは一人で施設に入っちまって。ドッジー、どこだ？どこにいる？ドッジ！おい、どうした？ドッジ！父ちゃん。もう大丈夫だ。怪我はないか？痛いとこないか？なんだこりゃ。ファルスの奴らがプラントに忍び込んで政府のファルシを襲ったらしい。ファルシは身を守ろうとして居合わせたドッジを武士にした。ドッジは政府のファルシに選ばれて武士になった。俺たちファルスの武士はドッジの敵だ。それからドッジはサイコムに保護されて、次から次へと検査。それでも正確な使命ははっきりしなくてよ。ファルスの奴らを探すんだか倒すんだか、どっちにしろあんなガキには土台無理な話だった。ルシにされたドッジはファルスの力を感じ取れるみたいでな。遺跡のファルシを見つけたのもドッジなんだが、戦う力は何一つね。だからよ、パージ列車に乗り込んだってわけさ。ドッジの使命はパルスのファルシを破壊することじゃねえかと思ってな。ドッジの代わりに使命を果たそうとしてこのざまよ。ドッジの使命がファルシの破壊なら今頃クリスタルかもな。でもファルスのルシを始末するって使命なら、俺たちが死なねえと死骸ってことだ。殺すの？ニッチもサッチもだ。こいつは生きろってよ。見せてやりてえな。